こちらのコンビニ、レジに並ばなくても事前にアプリをダウンロードしたスマートフォンで商品のバーコードをかざすと支払いをすることができます。セブンイレブン札幌創生スクエア店で今日から実証実験が始まったセブンスマホレジ。まずは専用のアプリを起動して店の入り口にある QR コードを読み取ります。その後店内のカウンターで欲しい商品のバーコードをスキャンすると事前に登録したクレジットカードから支払いをすることができます。4点、ご利用ありがとうございました。レジに並ぶことなくコーヒーや揚げ物まで購入できるスマホレジ。道内で実証実験に参加しているのはこの店舗のみで、コロナ禍で人との接触を減らすことができるほか、店員の負担軽減が期待されています。